チロッコプラスジオは宇宙世紀のどのあたりまで通用すると思う？に対する反応集をお送りします。チロッコのノルジオがもしも生きてたら宇宙世紀のどのあたりまで通用する？本編ではカミーユのゼータガンダムにやられたけど成功法ではない。当時グリプス戦役の中では最高クラス級だった主翼アムロが好む？期待と称されるぐらい。通用するの定義、相手のエース機に勝つのか、時間稼ぎで良いから抑えるのか、量産機相手に無双するのか、量産機程度の増量その1なのか。ダブルゼータから逆者あって一般量産機とワンオフ機の性能差がえげつないことになってるんで、仮想的というか、目的がはっきりしないと何とも言えないよな。特にジオってシンプルに機体性能が高いって機体だからそのアドバンテージの差が重要になってくる。量産機相手なら第2機モビルスーツまでは無双できるだろうし、ワンオフ機相手にするならダブルゼータ終盤ドーベンとかザク3あたりでもうきついと思う。追加武装次第でダブルゼータでもいける。追加したらジオの良さがなくなっちゃうから、なおタイタニア。ジオの良さって機動力と重装甲のが両立してるくらいだろ？これが崩れないなら武装ゴン盛りしても問題ないよ。逆に恐竜世代させるんじゃねとも思う。その先に控える小型モビルスーツが機動性で優位に立って流れ変えたんならジオは多少でかくても白っ子の力量でなんとかしてくれるだろう。火力不足でアイフィールド持ちや装甲が厚めの機体相手には厳しくないか。よく言われる機動性もあの時点の百式とキュベレイと追いかけっこ成り立つ程度であのガタイの割にはレベル。モビルアーマー形態に張り合うぐらいの機動力や G ディフェンサーのビームタイル装甲とか見せてくれたら強みわかるけど全体的に性能高いですってだけだからな。ジオが優秀なのは機動性ではなく運動性。追いかけっこは波でもファンネルを避け切って1個1個サーベルとライフルで潰す芸当ができるのは運動性と反応性が優秀な証拠。ジオのビームライフルはメガランチャー級の威力を連射できるからアイフィールドはともかく装甲厚い程度なら余裕で落とせると思う。武装をビームライフルに絞ってるからビーム対策が充実してる時代は不利になっちゃうだろうな。通用しないかどうかとは微妙に別かもしれないけど。逆者で白っ子はこれでなんと戦うの？ジガン？ギラ動画？どっちだよ、それによって変わる。ギラ動画相手だと火力不足じゃないかね。向こうは集団でビームマシンガン撃ってくるんだよ。もちろん第三勢力としてどっちとも戦うぞ。ギラ動画ニューの頭バルカンで落ちる程度の耐久力だよ。あの時代のモビルスーツは対ビームコーティングは性能上がってるけど、装甲は薄くなってるから実弾に弱いだけだきり。結局モビルスーツの恐竜化の波にはついていけないんじゃないかな。基本スペックの高さが売りだとしても基本スペックで追いつかれたらただの特徴のない機体になり下がるわけで。恐竜化の時代にジオの後釜になれるような平均スペック全てが高い機体ってサザビーとかぐらいじゃない？他はどれも極端な感じだし。基礎性能がゼータより上な時点でユニコーンあたりまでは普通に強いレベル。ユニコーンでモビルスーツ同窓会やれてるくらいなんだから少なくともあそこまでは余裕でいけるでしょ。地上での同窓会は魔改造されてパワーアップしたバイカスや最新鋭機のジェスタが戦場に投入されたらあっという間に駆られてるからな。奇襲が成功したのと相手側の連動が低い上に片落ちのロートル機体を使ってたからいい勝負になってただけよ。マーク2がいけるんならジオなら余裕。ドーベンウルフ、デイマルク、ザク3回といったダブルゼータ後半期には及んでいない印象。ハサウェイくらいまでなら使えるでしょ。あくまでその辺の量産機に負けない程度のレベルだけど。ただ戦ハサでは地上戦しかやってないから結局よくわからんところではある。ジオは地上戦やったことないし。内蔵武器はないから火力は手持ち武装のアップグレード次第だろうけどザコ狩りなら、先行ハサウェイの時代ぐらいまでは通用するんじゃないかな。ジオのスペックでは第一次ネオジオン構想の時点でパワーが団地じゃね。量産機相手なら CCA からユニコーンまではいけるがフラッグシップ相手ならダブルゼータ視点で終了。リガジ相手と考えたらアムロが乗ってなけりゃ普通にいけそう。てか、機体性能より誰が乗ってるかのが重要すぎてな。武器だけ時代相応のものに変えれば逆者くらいまではタイエースでもいけそうな気がしてる。パイロットは白っ子でいいの？それなら戦波差まで余裕で通用するでしょ。雑魚相手ならモビルスーツが小型化する手前くらいまでは通用するし、高性能機であるサザビーやニューガンダムの相手は無理。パイロットが白っ子だから逆者手前かうまく乗り切ればユニコーンまでいけるんじゃない？さすがに F91 になるとデブ系は無理かな。まあ焙煎からサイコフレームに組み替えれば違うかもね。そもそも作中で、機体性能の限界値を見せてないからな。パイロットともどもどこまででも通用しそう。
小型バンジー落とされるブレッダがスペックだけならニューガンダム並みにあるから最強クラスのモビルスーツ以外なら普通に UC100 年前後は通用する。謎バリアやコーティングなければデュアルビームガンの火力ならどの時代のモビルスーツも貫けるだろうし、動きもサイコミュで運動性に振ってるから。OS でサイコミュ対応されつつ小型化で運動性も上がったヘビーガンくらいでギリギリの勝負になりそう。ヘビーガン以上で何ゲー未満かな。ゼータでハマーンのキュベレイトやってたんだからダブルゼータまではエース機相手でもやれる。逆シャーからはエース機の相手はきつい。タイマンならギュネイの役と相手ならなんとかなるかもしれんが。できれば白っ子のカルジオには逆シャーでシャーのサザビーと戦ってほしい。そしてシャーからそんな情けないモビルスーツで私に勝とうだなどと言われてもらいたい。まあお題的にはジオで戦うしかないけど、実際に白っ子が生きてたらサザビー以上のモビルスーツを作りそう。白っ子なら独自にサイコフレーム作ってそうだしな。確実にダメとわかるのがビームシールド搭載機体かな。ジェガンあたりも盾でビーム弾き出すんで、ジオが近代化回収してないとその辺でもう危ない。グスタフカール相手でも性能負けてるんじゃないか？パイロット差でどうにかできるかもしれんけど。ゲルググを近代化回収しただけのリゲルグがダブルゼータと互角のパワーで切り結べるほど出したショーアップデートしたら普通に逆シャーくらいまで戦えそう。アップデートはそれをする余地があって初めてできるからな。ゲルググやジムは回収の余地が大いにあったからリゲルグやジム3まで性能アップできただけで、どんな機体でも技術向上による近代化回収の恩恵を同じだけ得られるわけでもない。専用機として限界まで性能を高められてるであろう機体にそんな余地がどれほどあるかも怪しい。ゼータに負けた時点でゼータ以上の性能出てきたらもう勝てないの確定じゃん。機体停止なければ神優が負けてたってんでもなければ。ワンオフのエース機で作られてるんだから楽勝でジェガン枯れたって意味がないしな。受動のダブルゼータとは戦えても、ニューのアムロとはとても無理でしょう。ローゼンズールとならギリギリいい勝負しそう。アムロこんなで武器に入るわけないだろ。ニューがサイコミュのリソースを追従性に振っていたって話だから同じ方向性のジオは気に入るだろってことじゃね？知らんけど。ただのイメージで語るならバズーカない時点で却下だな。バズーカがないというより、武装が少ないのがネックかも。ガンダムの時はビームライフルを温存したいからダブルバズーカも持って出撃したし。ニューの武装はビームライフル、バズーカ、シールドビームキャノン、ミサイル、フィンファンネルとドーベンウルフも真っ青になるくらいの種類だった。ジオは武装が少なすぎる。好むかどうかは別として高く評価するのはニューガンダムの方向性から見ても間違いないんでない？好むかどうかは別として。ニューの方向性って、前代未聞の新&チン兵器フィンファンネルを中心に、あらゆる戦場に対応するため最高でヘビーウェポンシステム&12機のダブルフィンファンネルを戦況により装備選択できる、多装備システム制御の中核システムモビルスーツだぞ。さすがに MSV や後出しを持ってくるのはどうかと思うが、唯一アムロが性能に口出ししたニューの刺激火力振りを見るに、強戦能力多数を短期で相手取るってのを志向してたんじゃないかな。それならジオはウゾウムゾウの相手はパラスアテネに投げる設計思想だから短期でなんとかするニューガンダムとは明確に異なるね。